おはようございます、マッチョ、フォルテです。シャキーン。はい、すいませんはい、ちょっとまあ、スペシャリティのトリックスさんがいて、まあ、そんな顔しなくてで、まあ、なんかその1ヶ月前にね、初めてお会いした時にまあ、結構そのピアノの話とかで盛り上がって、あ、ぜひ調律師のなんかその歴史みたいな、オチさんって言うんですけども、そのオチさんのその今までをちょっと触れたらなと思っております、はい、で、実はショパン国際ピアノコンクールの調律師をね、ファツルの代表としてされてる方なんですけども、それではちょっとね、自己紹介をお願いします。はい、ファツユリジャパンのオチアキラと申します。はい、お願いします。はい、お願いします。調律師は、歴はもうどのくらいなんですか？学校を含めると、はい、あ、ちょうど30年。お、30年すごい、はい、なるほどなるほど、うん、ショパンコンクールの、はい、まあ、調律師さんをされてるって僕知ってた理由としては、はい、まあ、テレビに、ね、はい、出てたじゃないですか、はい、まあ、ピアノの関係の方ってもしかしたら知ってるかもしれないんですけども、ショパンコンクールの特集で、はい、で、ファツ寄りのコーナーでオチさんがちょっと夜中でなんかピアノをちょっとこうやってやったりしながら、はい、で、ちょっと有名な方なんですけど、まあ、ファツ寄りの多分調律師さん今代表でされてると思うんですけど、コンクールとかで、はい、ずっともうファツ寄りなんですか？ファツ寄りは、2008年から。2008年、12年前、ね、はいはいはい。そこからがファツ寄りのスタート。あ、そうなんですか。で、そうですね、22歳の時に、はい、その当時のスタンウェイの日本総代理店に入って、あ、スタンウェイで調律して、はい、してて、12年前にファツ寄りに。そうですね、移りました。まあ、移ったなんか、その2台を比べて、はい、なんか魅力とかってあります？どちらともの魅力について、なんかそのピアノの構造を全て知り尽くしている方から、うん、まあ、なんだろうな、スタンウェイっていうのはある意味、まあ、ベーシック、あ、もう素晴らしい、まあ、そうですね、基本的な、まあ、楽器で、ファツ寄りっていうのはどちらかというと、まあ、そこからまた発展した楽器なのかな。あ、さらに攻めていくという。そうですね、だからまだ現在進行形の楽器、はい、おお、現在進行形ですか。はい、なるほど、うん、なんかその結構新しいことを多分取り入れてるって今そういう意味で言ったと思うんですけども、はい、うん、その従来のピアノと、はい、そのファツ寄りの新しい試みって何が例えば違うんですかね？フォルテ君が選んだピアノなんですけれど、はい、このピアノの鏡板は、はいはい、特別な鏡板が付けられてますね。三層鏡板。そうですね。入ってないフルコンサートもあったんですか？ね、私が持ってるフルコンは私が持ってるフルコンはそうですよね、ちょっと時々皆さんね、びっくりしたんですけど、僕も1ヶ月前にね、お会いした時に、私が持ってるフルコンはって言ってて、僕もえって言って持ってるフルコンは入ってないんですか？そうですね、まだその、この三層鏡板の特許ってまだ開発する前のが、開発する前なんですか？はい、でもすごいです。ちょうど、だから2010年に作った楽器なので、はい、まあ、だからちょうど10年前ですね。ちょうど10年前のが今落ちたの持ってる、うん、そうです。はい、開発して三層鏡板に入れるって結構な勇気がいるというか、まあ普通あんまりやらないやらないですよ ね、 うね、うん、誰も考えないようなことを、まあ、試してみる、はいはいはい、そこが、まあ、初売りの強みで、うん、試してよかったらもう採用していく、採用っていうことですね。いやね、僕もびっくりしたんですけどね、その、じゃあそのオチさんにとってそのファツ寄りはやっぱその面白いんですかね、やっぱ楽器って。ああ、もうこんな面白い楽器ない。あ、そうなんですか。だから調律師として関わる楽器としてはもう一番ベストかなと思って。ああ、常に新しいことになるから。そうですね、だから自分も要するに置いてかれないように、うん、ついてかないといけないので。そうですよね、まあ、だってなんか届いた瞬間新しいものが入ってますもんね。そうです、ね、そう、ものによっては、はい、あ、それこそショパンコンクールで調律師されたと思うんですけども、はい、あれってやっぱ結構ハードスケジュールなんですか？そうですね、私が、まあ、テレビに出た時っていうのはそんなに、まあ、仕事量はなかったんですけれど、その前回、その前の回の2010年は、まあ、結構忙しく仕事したんですよね、はい、だから夜中、夜中、まあ、ほぼ、まあ、夜中仕事してるような感じ。夜中仕事してるんですか？ああ、夜中音、うん、やばいっすよ結局夜中2時とか3時とかなんですけど、まあ、それはだいたい時間帯がこうずれてくるので、はい、毎日要するにまあ2時から調律スタートっていうことであれば、そういう、こうパターンに自分の体も慣れてくる
けど、その時間帯っていうのが常にずれてくので、ずっと時差ボケ。ずっと時差ボケ、うん、あ、なるほどね。ですかね。じゃあまず、調律師さんに なろうと思ったきっかけとかは？調律師になろうときっかけは、小学5年生、はい、11歳の時だったんですけれど、まあ、自分でピアノを習ってたので、その時習ってた、そのピアノの曲と、はい、まあ、当時カセットテープだったんですけど、はいはいはい、それのまあ教則のテープみたいなものと一緒に合わせた時に、まあ、楽譜通りに弾いてるのに音が合わなかったと、はい、で半音上げて弾いた時にテープと同じ音の高さになった、はい、で、まあ、うちのピアノ結局10年以上調律してなかったので、まあ、楽器自体が半音以上ピッチが落ちちゃってたと。それでうちのピアノなんかおかしいねっていう話で、でそこから調律であるんだっていうことで気づいて、きっかけ で興味持って、はい、そこから一気に、まあ、うん、ピアノの中に興味持ったっていう形ですかね。スタンウェイ時代になんかその、まあ、言ってしまえばそのファスタンウェイとか、まあ、パツリ の、 そのクラスのピアノっていうのは、はい、まあ、世界代表するピアノだと思うんですけど、はい、なんかなんか今まで触ってたピアノがお家のピアノとかだと思うんですけども、はい、なんかその圧倒的な差っていうのは何なんですかね。ああ、自分がこう仕事をした時に、まあ、すぐこう音なりタッチなりで、はい、まあ、すぐ帰ってくる。あ、やっぱすぐ帰ってくる、はい、やっぱもう素材 もうやっぱそのこのクラスたちのピアノっていうのはやっぱ違うんですか。そうですね。そうですよね、うん、全然違いますよね、うん、まあ、弾いててすごい思うんですけど、やっぱその裏側の見てるアクションとか多分全てをいろんなピアノ見てきた中でもやっぱいいものを使ってるからいい音が出るって感じなんですか。まあそうですね、材料、はい、あとはなんだろうな、ピアノのそのメカニックの調整っていうものに、はい、まあ、このピアノもそうなんですけれど、この楽器がイタリアから届いてきた時にまず3日ぐらいかけて調整全部3日、はい、し直すので、え、もう調整されてても一応出荷されるんですよね。もちろんあの調整されてるものが出荷されるんですけれど、置くまでに3日はかける。うん、日本人の方たちやっぱりすごく繊細な感性をお持ちなので、まあ3日ぐらいかけないと、まあ、そういった感性に応えることができないのかなということで、それまあやって初めて展示されると。そうですね。じゃあ結構やっぱこれも相当いろんな人がやっぱ携わってできた結晶ってことですもんね。まあ、うん、ファツ売りの場合は本当に一台一台やっぱり作り手の、まあ、思いってすごくこもってる楽器だと私、まあ、12年間触ってすごく感じてるので。それどこに、例えばどこで感じるんですか。いや、もうなんか触ってて、あ、もう触ってて、うん、もうこんな普通はそこまでせんだろうみたいな、うん、ですね。ファツ売りのピアノを調整してる段、あの作業してる途中で、まあ、手にこうトゲ、はい、木のトゲだとかって刺さった経験今まで一度もないので。いや、それは他のはあるんですか。もちろん。もちろん。え、手にトゲとか刺さるんですか。要するにこう、なんだろうな、ちょっとした角だとかも綺麗にペーパーを当てて、はい、まあ、中の話ですか。そうですよ。そうなんですか。これ普通にどこ触っても多分トゲは刺さることは絶対ない。知らなかった。他のピアノがトゲ刺さることあるっていうのが初めてでした。よく刺さる。よく刺さる。よく刺さる楽器もありますね。あ、そうなんですね。もう細かい部分まで全てこう手を尽くしてるっていう楽器ですかね。じゃあ調律師さんからそのベストな調律の回数って、まあなんだろう、こまめにやってくれるのがまあ一番。まあそうですね、まあいいんでしょうけれど、まあ、最低年2回年2回はやってほしいなという。要するに、まあ、冷房の時期と暖房の時期っていう形でやっていくと比較的、まあ、安定して年間使えるかなという。ああ、じゃあもうトップ調律師さんに聞くんですけども、ピアノ の、 その維持の仕方、その管理環境とか、どういうのが一番、どのくらいの温度、どのくらいの湿度とか、どういうのがベストなのか。うん、あのなんだろう、こういった輸入物、まあ、厚売りの楽器なんかは、はい、まあ、今までの経験的には湿度だと 45から50% ぐらいの間に留めといてくれる。結構カラカラですね。まあ乾いてる方ですね。そうですね。 でもこれって本当になんだろう、国産の楽器でも同じことで、はい、やっぱり湿気が多いとその分楽器ってその湿気吸っちゃうので、楽器自体がまあ重くなるっていうこともあるし、
まあ、湿度は大体45から50で、温度に関しては、まあ、極端なこう差、暖房の時に30度で冷房の時に21度だとかっていう差っていうのはなるべく少なくした方がいいですね。少なく、はい、年中無休ですね、やっぱり、うん、そうですねまあそうですよね。あとはもう本当除湿器と加湿器を、加湿器も、はい、40% となったら入れんといけんですよね、うん、冬場だと本当 30% 台って普通になっちゃう。あ、そうなんですか。今の日本の、まあ、家屋だとかってそのかなり乾燥するので、はい、そこら辺はもう加湿器入れてうまいことコントロールすると、まあ、楽器もすごくいい状態に保つことができるようになりますね。例えばすごい梅雨のシーズンとか、はい、除湿器を利用しても結構いくじゃないですか、はいはい、もうそういう時は乾燥剤とか入れるんですか？絶対やらない方がいいですよねまあ乾燥剤、まあ何も効果がないとは言わないんですけれど、まあお菓子のなんだろう、缶、うん、お菓子の缶の中に乾燥剤入れるっていうのはやっぱ密閉性が高いので意味があるとは思うんですけど、はい、蓋開けとったら意味ないですね、うん、ただ置いちゃうだけ。そう、ピアノの中、まあピアノ蓋閉めたところで隙間だらけなので、はい、まあ、乾燥剤やるぐらいだったら除湿器をもう1台増やすと。なるほど、なるほど、そこが一番ベストなんです。それが一番いいですね。そうですね。じゃあ最後に、はい、調律師さんになってよかったことみたいな、調律師さんになってよかったこと。そうですね、昔からの夢だったんで、まあ、そうですね。で、まあ、なってみて30年目とかなと思うんですけども、はい、実際なんかやってみて、まあ、辛かったことと良かったことみたいなのっていう、うん、辛かったことですね。まあ基本的に自分が一番好きだったことが今仕事になってるので、基本的にそう、まあ本当辛いっていうことはない、まあなくもないんですけど、ね、なくもないんだけれど、まあ技術をきちんと、まあきちんとした技術を覚えるためにはやっぱりそれなりのこうね、努力というかそういうものが必要なので、はい、まあ、それはまあ大変、少し大変だったかなっていうことはありますね。良かった点っていうのは、まあ、一番好きなことが仕事になってるので、まあ、いくら仕事してもそんなに 苦がないっていう。なるほど、なるほど、はい、じゃあピアノという楽器 の、まあ、その裏側を、その全部を、ね、部品とか見てる中で、はい、ピアノという楽器の魅力みたいな。でもなんかピアノはホールが大きくなると大きくなってしまうみたいな、結構なんかロマン的な作り方っていうか、男の中でぶち込んだみたいなピアノってまあなんだろう、完成されたものだって、うん、まあ、まあ、そうそう、一般的にこう言われて、いや、そうですよね、うん、しまってるんですけれど、まあ、パズルに関してはまあ完成、未完成、うん、未完成、まあ、うん、本当楽器としてはすごく高いレベルには来てるんですけれど、まだいいんですか、まあ、うん、そこがまあなんだろう、ピアノとしての魅力をまた再発見させてくれた楽器かなという気がしますね。ファツヨルというピアノは、うん、まあ、言語化するとどのような音なんですかね。あ、やっぱり皆さんおっしゃる、まあ、私自身も感じることが、うん、クリアな音。あ、まあ、そうです、圧倒的になんかクリアですよね。そうですね。いや、僕も本当にファツヨル選ぶためにもう本当に前日とかにも、まあ、いわゆる輸入ピアノ、海外のものとかも全部触って、はい、まあ、ヤマハとかも持ってるしめっちゃ触ってきとったんで、うん、まあ、やっぱ国産も全部触ったんですけど、なんか圧倒的にクリアだったんですよ、うん、1個の音が、うん、はい、なんかそのちょっと最初受け入れるのにちょっとびっくりしたぐらいクリアで、うん、なんか最初ちょっとなんかあのこんなこれ本当に合ってんのみたいな、はい、今まで弾いとったか、はい、うん、でファツヨリの場合はもう本当にこの1台もそうなんですけれど、要するに工場から出る一台一台は全部あの音響分析で登録されてるんですよ。あ、そうなんですか。だからこのピアノの音響データっていうの もう工場に、まあ、蓄積されてて、でこの楽器がもし10年後またその音響分析かけた時にこの10年間の音の変化がどういう風に変わったかっていうのも全部数値化できちゃう、うんうん、あえてメーカーは言わないですけど、どうしても昔の楽器の方が良かったってずっと言われ続けてるメーカーが、まあ、ありますよねそれって結局その40年前50年前の新品の時の音っていうのが正直感覚的なものでしかわからない。そうですね、うん、だけどファツヨリの楽器っていうのは全てがもう数値化でデータで蓄積されてってるので、ファツヨリがもし要するに
これから20年先に昔の初売りの方が良かったねって言われることがあった時に、じゃあデータ的に見てみましょうっていうことが、ああそうですね、それに近づけていく数値を求めていけば、うん、はい、その人が言った時にはあじゃあそれよっていう、はい、だからそういった面ではすごく現代のメーカーなんで、そうですね、いつでも軌道修正まだ戻れるっていう、まあ、そうですね、数値的にデータがあるっていう強みがある、それ面白いですね、はい、それでまた僕がね、例えば求めた時何が違うかって見たいってなった時に見れると、はい、それは面白いですね、うん、じゃあほんなら、まあ、オチさんのピアノがいわゆる、ね、10年前の三層響板が開発される前と、はい、じゃあ僕のが開発された後、はい、でじゃあ10年後また誰かが買った時にはまた違うピアノと、あ、もう絶対違ってくる、同じピアノだけど全く違うと、はいはい、面白いですね、ただあの年数を経て得られる音っていうものがない、それしかないですもんね、はい、だからこのピアノも10年後はまた違った魅力、そうですよね、はい、まあ、それがピアノを選ぶ楽しさでもあって、まあ、そう今回選ぶときにすごいワクワクして、まあ、結局何にしたらいいんじゃとすごい悩みながらまあでも弾いた瞬間即決だったのでまあそんな感じでね、あの面白いあのピアノっていうことで、まあ、皆さんにもねぜひ YouTube を通して、まあ、伝わりにくいかもしれないんですけども、僕もねできるだけねこのピアノでねいろんな音を奏でていきたいなと思っているのでね、まあ、皆さんぜひともね今後ともお願いします。でまあ、あのファツオリの調律師さんのオチさんっていう方もね、はい、まあ、業界すごい有名な方なのでね、あの、まあ、皆さん会った時には、ね、おはようございますって言ってくださいねというわけで ありがとうございます、はい、ありがとうございました、というわけでバイバイ。マチョ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